はい。何やって？はい。
それじゃあ、はい。
ほう。はい。そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね、私王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くて、ハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁ、なんて。俺もや。え、まさか真島さんに分かってもらえるとは、意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて、やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや、23です。そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらタダですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかして、やっぱり私、接客でみんなの足、引っ張ってたりしますか。え？この際ですし、聞いておこうかなと。私が接客下手なせいで、みんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。でしょうか。ああ。なんですか、急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか。ああ。いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで、少し驚いただけです。ありがとうございます。わからないですよ。明日にでも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみると、なんだか面倒くさそうですよね。え？白馬の王子様なんか彼氏にしたら、きっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。
矢島さんがそんなこと言うだなんて。ん？いや、矢島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。どうしちゃったんですか？まったく。ちょっとドキッとしちゃいました。はあ、一生の不覚です。ですか？そうやな。何ですかそれ。おっさんだなんてひどいです。せめておばさんにしてくださいよ。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけですから。恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くんに鈴木くん、それに田中くん。普通名前で呼びますしね。勉強になります。真島さんすごい。そうですね、粛々と頑張ります。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそサンシャインにご用意。よろしくお願いします。かわいい。ようこそサンシャイン、どうぞこちらへ。盛り上がりましょう。いらっしゃいませ。ご用意どうぞ。かわいいね。よろしくお願いします。美人さんだな。
ようこそ三茶院、ごゆっくりどうぞ。お待ちしてました。楽しませてくれよ。盛り上がりましょう。どうぞ。どうぞ。いらっしゃいませ。あんまりだな。お願いします。ご延長はいかがですか。ありがとうございます。お願いします。いらっしゃい。よろしく。ありがとうございました。調子乗ってんなよ。サービスいたしますので。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。お願いします。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。ごゆっくりと。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。楽しい。盛り上がってきた。お願いします。ようこそ。フィーバーするぜ。いつまで待たせんだ。盛り上がりましょか。おおきにね、おおきにね、おおきにね。お待ちしてます。おおきにね。嬉しい。おいしいもん食べや。素敵だよ。いい。こちらになります。いらっしゃいませ。また来たよ。ごゆっくりと。かわいいね。ようこそ三茶院、ごゆっくり。よけるなよ。サービスいたしますので。盛り上がってきた。お願いします。よろしくお願いします。かわいい。どうもどうも。ありがとうございます。お願いします。はい。ご延長はいかがでしょう。失礼いたしました。かわいい。嬉しい。お願いします。素敵だよ。盛り上がりましょう。ピンさんやな。楽しいな。なるほど。楽しい。嬉しい。ようこそ。やったー。どうぞ。嬉しい。かわいいな。ありがとうございます。フィーバーするぜ。かわいい。お願いします。最高や。いらっしゃいませ。美人だな。こちらになります。嬉しいわ。ありがとうございます。嬉しい。Come on.
ありがとうございました。